はい、それでは全員揃いましたのでコースはオープンしておきます。1台ずつ通ってください。ポンダーチェック入れていきます。じゃあ佐藤君から。で OK が出たら次の人が通るようでお願いします。はい、じゃあ佐藤君通ってください。 OK 出たら次ね。はい、佐藤 OK です。じゃあ次ん今誰モラシ、ね、ちょっと待って、モロハシ、モロハシ、モロハシ、これね。はい、イチさんも OK でした。じゃあ次、藤本さん。はい、藤本 OK、大江。はい、OK、次、白赤。これ、菊池さんかな白赤。はい、OK、あと、モロハシさん取った。はい、全車取れました。練習してても大丈夫です。さあ12時 VTR はね、今回この6名による選手権になります。全員決勝ですね。さあ準備ができたらバナーの前で止まってください。ストレートね、止まっていることがあります。注意してください。はい、それでは集合です。バナーの前に集合してください。よいしょ。スタッカースタートです。佐藤選手、諸橋選手、イチさん、大江、菊池、藤本の順でいきます。もう一回言います。佐藤、諸橋、市村、大江、菊池、藤本の順。マーシャルがもう一人いるかな ?3、4、向こう側。あ、はい、ありがとうございます。それでは、スタートします。12GTR クラス、5分間の予選1回目です。佐藤選手、諸橋選手、市村選手、大江選手、菊池選手、藤本選手。さあまず先頭スタートの佐藤維持、ホワイト、イエローのカラーリングが帰ってきます。13秒2で帰ってきました。さあそれについて諸橋、市村も帰ってきます。菊池がポジション上げてきましたね。1周目菊池3番手という表示。佐藤、諸橋、菊池の順です。さあ先頭の佐藤雄二、ホワイト、イエローが、コースレコード12秒90をマーク。藤本選手の後ろから来ます。これがトップの佐藤です。2番手が諸橋0秒4、3番手が市村選手0秒2、4番手菊池、5番手大江、6番手が藤本選手です。さあ佐藤雄二先頭がコースレコード12秒843をマーク。計測ライン通ってきます。ホワイト、イエローのカラーリング、そしてそれを追うのが諸橋選手ですね。諸橋はロックタイトかな、ホワイト、レッドのカラーリングですね。今操縦台の前で通ってます。これが2番手。3番手が市村選手、黄色一色のマシン。4番手が中京から参加、ホワイト、レッドの菊池選手。そして5番手が大江、最後尾にゴールの藤本選手がいます。1分20秒になるところ。さあ一番近いのはね、諸橋、市村の2番手争いです。0秒7ぐらいです。で一方先頭佐藤英二はこれか、菊池選手の後ろから来ます。これが、トップです。菊池選手は現在4番手を走っています。菊池はね黄色一色を追ってます。黄色一色、大江後ろから4番手来ます。あなた5番手です。さあその裏で佐藤選手はコースレコードを更新、12秒720をマーク。佐藤はバックマーカーうまく避けましたね。2番手諸橋にかなりの差をつけているようです。その差2秒1です。3番手が市さん、4番手菊池、5番手大江、6番手が藤本選手。藤本選手は、4秒5で大江選手を追っています。ここで2番手諸橋がベスト、13秒02、トップとの差が2秒4です。2分経過、5分間で争います。 12GTR 予選1回目を行っています。さあそして市さんは3番手だが諸橋との差が開きましたね。2秒ちょいです。5番手大江がちょっとスタックしていた。そして4番手の菊池選手は市村選手、黄色を追ってます。その差が3秒7ぐらい。菊池がここでベスト、13秒29、4番手のマシンです。5番手が大江、6番手藤本変わらず。折り返しです。折り返し。さあトップこれか、ホワイト、イエローのカラーリング、佐藤雄二選手。さあここでベスト、諸橋選手12秒94をマーク。投手のベストです。市村ベスト13秒29、3番手2秒7で諸橋を追っています。ロックタイトから追っています市村選手。さあ菊池が13秒2、藤本14秒1をマーク。3分経過、残り時間が2分です。
さあ佐藤雄二は1人24周回ってくるという予想のペース、現在15周目はしています。残り9、2番手諸橋が4秒5、3番手黄色一色市村が3秒、4番手が菊池、5番手大江、6番手が藤本選手。さあ藤本選手ゴールドが止まっているのか、中だっていう指示ですね。はい、ありがとう。菊池選手との接触があったのか。残り1分30秒です。さあ今日から参加のイエロー一色、3番手市村の後ろからトップが来てます。はい、ありがとう。あー佐藤裕二、せっかく譲ってくれたのに。ただ24周ペースであるようです。18周目はしています。市さんは諸橋を追っているが、ちょっと差が開きました。4秒5、菊池選手5番手の後ろから来るのが2番手です。菊池選手自身は今5番手です。その前を走るゴールド藤本が、最後尾6番手につけています。残り時間1分。はい、市さんありがとうございます。さあ4番手大江の後ろからトップが来ています。大江は黄色一色市村選手を追っています。大江はその差が6秒ぐらいかな。はい、大江さんありがとう。さあこれでおそらく最終ラップまで佐藤はクリーンなところで走れそうです。21周目はしています。ただ若干ペースを落とした。23周0秒予想です。2番手諸橋3秒6、以下市さん大江菊池藤本のオーダー。気がつけばスタッガースタートの順番通りですね。順位佐藤、諸橋、市村、大江、菊池、藤本の順です。大時計残り10秒、コールがあるまで走ってください。佐藤雄二今23周目、0秒予想、残り5秒切りました。大時計ここで5分です。佐藤コール23周0秒、コールがあるまで走ってください。まだ佐藤だけです。ゴールしたのは諸橋ゴール、はい、諸橋ゴール、菊池ゴール、ゴールしたら邪魔にならないところで止まってください。藤本ゴール、市村ゴール、はい、全車ゴールです。佐藤雄二がトップゴール。2番が諸橋、3番市村、4番大江、5番が菊池、6番が藤本選手でした。はい、ちょっとお待ちください。次が F1 か。少々お待ちください。準備します。よいしょ。はい、お待たせしました。村岡選手がいる日とコースオープン1台ずつ取ってください。じゃあピンクから行ってください。 OK が出たら次取ってね。ピンク行っちゃって、これが村岡 OK。 じゃあ次、長谷川 OK、 次伏見 OK、 次、森角 OK、 はい、じゃあ赤花さんか。はい、 OK、 あと松本選手を待っています。ちょっとね、1分ぐらい今前倒しで来てます。焦んなくて大丈夫。さあ今走った 12GTR の方はマーシャル入ってください。 12GTR の方はマーシャル連続でね、入れない場合は代理誰かにお願いしてください。さあ F1 クラスは12人による、選手権になります。その1組目6人の予選1回目まもなくスタートします。あと松本さんこれかな。12.36、はい、全車ポンダー取れました。練習してても大丈夫です。ストレートは止まっていることがあります。気をつけてくださいね。ストレート止まっていることがあります。気をつけてください。13.30。佐藤くん印刷出た。 12.83、 12.15。 はい、それでは並べます。ストレート集合です。バナーのとこ止まってますからね。バナーのとこ止まってますよ、注意してください。よいしょ。はい、それでは出走順言います。村岡、伏見、花輪、森角、長谷川、松本の順。もう一回言います。村岡、伏見、花輪、森角、長谷川、松本の順でお願いします。マーシャル OK。 それではこちらも5分間のレーススタートします。村岡選手、伏見選手、花輪選手、森角選手、長谷川選手、松本選手。さあ6台によるヒート B。 さあ長谷川スパーいきなり舐めてるのか、異音がしています。さあ1番手スタート村岡にミスがあったのか、伏
伏見選手がトップ、長谷川ダメだ、バツ、マシントラブル、早くも5台になっています。村岡選手も止まっちゃったのか。さあ、1台止まってます。花輪選手ですね、赤一色、ちょっとね、助けにくいところで止まってしまいました。はい、はい、ありがとう。その横トップの伏見選手が抜けてきます。伏見選手、ブラックのカラーリング、 JPS カラーですよね、これが、トップです。2番手が白、イエローの森角選手、いや松本ですね、松本、ブラック、パープル、これが2番手です。3番手が森角、以下花輪、村岡、長谷川のオーダー、4台になっています。コース上、さあその裏で、トップを走る伏見選手がコースレコード11秒18をマーク、今操縦台の前ですね。さあこれベストは森角、2番手のマシーン11秒57、トップ争いが 1.6 秒、3番手が松本0秒1。さあここで4番手赤一色、花輪がコースレコード10秒650をマーク、10秒台はこの人だけです。さあトップが焦るな、焦るな、伏見焦るな。さあこれ順位が入れ替わる可能性があります。伏見ちょっと見つけました、森角がトップに変わっています。伏見は今度追う立場、4秒33、番手か、伏見は3番手まで落ちてきましたね、トップ松本選手です。ブラック、パープル、これがトップに変わっています。100分の7秒差で森角が2番手、3番手が花輪、4番手が3番手が伏見、4番手がファステストの花輪です。1分50秒経過。さあ森角がミス、その横きれいに伏見が抜けてきます。これで伏見2番手戻ったと思う。伏見も10秒台入れてきました、10秒953が出ています。2分経過。さあトップは松本から、ホワイト、パープル、これですね、今操縦台の前に来ます。ブラック、パープルですね、これがトップです。2番手が森角かな、森角ですね、2番手森角です。3番手が伏見選手です。伏見選手はね、2秒弱ですね、2秒弱で森角、ホワイト、イエローって言います。折り返し、トップが松本選手です。今帰ってきました、花選手の前走ってますね。松本ここでベスト11秒422をマーク。トップ3、松本、森角、伏見、これは26周回ってくると予想、現在14周目、この3台が走っています。2分50秒が近づいてきました。途中ちょっと大きくねミスでロスしてしまいました。レッドのカラーリング、4番手花選手、これがねこのヒートの最速タイム10秒643を出してます。松本選手の後ろから来るマシーン、これ4番手です。松本選手は場合によっては生かしちゃってのトップです。ただ森角もね迫ってきてるんで、そんなには余裕はないようですね。1秒以内のトップ争いです。で途中までトップを走っていた伏見、ちょっとここで順位見てみましょう。伏見トップ立ったかな、立ったかな、伏見トップ立ってんじゃないかな。松本さん後ろから、うん、ありがとう。さあこれでおそらく伏見がトップに立ってると思います。3分30秒になるところ、2番手スタートだったブラック一色、伏見がトップに変わっていきます。19周目、ただ森角、松本、これも同じ26周回ってくると予想ですからね。トップ3僅差です。さあ伏見が20周目に入ってきました。伏見はここで投資のベストを10秒907をマーク、トップです。お時計70秒。さあ花選手の後ろから来ます、これがトップの伏見選手です。花選手は現在4番手です。松本選手を追っている、0秒7ぐらい。さあ花のペース取り戻してきましたね、3番手までは可能性がある、そんなペースに上げてきています。赤一色、花選手残り45秒。さあ伏見が帰ってきます、23周目に入ってきました。さあ伏見27周という表示に変わっています。1人27周回ってきそうです。はい、森角来るよ、黒がトップね。大時計残り間もなく30秒。さあそしてレース終盤、花が3番手帰ってきたかな、どうだ、花が3番手です。今度 1.1 秒差で後ろの後ろ、あれ追ってます、花。花後ろから来るのはトップだからね。残り15秒。さあトップ伏見が27周1人予想して26周目に入ってきました。もう1周あると予想されています。伏見選手大時計残り5秒、大時計ここで5分です。コールがあるまで走ってください。ゴールしたマシンは邪魔にならないところで止まってください。さあゴールのコールがあるまで走ってください。松本ゴール、花は伏見ゴール、あと森角選手。
さあ伏見が1人27周回って予選1組目トップゴールを決めました。2番が花輪、3番森角、4番が松本、5番村岡、6番が長谷川選手でした。はい、それで F1 のヒート2いきます。諸橋選手がいるヒートです。はい、じゃあ1台ずつ丸ボロいっちゃってください。これが誰なんだ、杉山選手。はい、 OK です。次ウィリアムズ、これ伊藤さんかな。はい、 OK です。長谷庵、はい、小泉さん、はい、 OK。 あと諸橋さん、あ、これ北がいいよ。はい、 OK。 あと諸橋です。はい、全車取れました。練習 OK です。今走った人はマーシャルです。四隅真ん中操縦台の前入ってください。さあ先ほど伏見選手ね、ロスがありましたが1人27周回ってきました。これが暫定のトップタイム、27周9秒ですね。 11.28。さあこれから F1 のヒート A が始まるところです。 F1 ヒート A が始まるところ、それではバナーの前に集合してください。バナーの前に集合。はい、出走順言います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ。出走順、諸橋、伊藤、長谷庵、北川、小泉、杉山の順です。もう一回言います。諸橋、伊藤、長谷庵、北川、小泉、杉山の順でスタートしてください。マーシャル OK。 それではスタートします。諸橋選手、伊藤選手、長谷庵、北川選手、小泉選手、杉山選手。さあまず先頭スタート、シルバー一色、諸橋が基準タイム11秒23で帰ってきました。さあ破れない、破ってこれない。さあ1周目北川がそれ破ったかな。1周目は北川か、北川トップで2番が諸橋、3番小泉という表示です。北川選手はこれですね、テールの赤い LED がついています。今操縦台の前、長谷庵の後ろから来ます。さあ長谷庵がファーストタイム10秒87をマーク、2番手に上がってきたようです。北川、長谷庵がトップ2です。さあ伊藤が投手のベスト11秒0をマーク、北川、長谷庵、諸橋です。トップ34番手伊藤、5番手小泉、最後尾に杉山います。最後尾杉山ベスト11秒64。さあ諸橋が11秒13をマーク、4番手伊藤っています。1/1000秒、トップ4ぐらいまでは本当に僅差です。北川元はその中でかろうじてトップ、長谷庵の後ろから来ます。これがトップです。1分経過です。さあトップ北川がベスト10秒669、これがこのヒートの最速タイム、トップが出しています。さあ長谷庵の後ろから来ます。さあそして、2番手は北川、長谷庵です、失礼。3番手が伊藤、4番手が小泉0秒02、5番手が諸橋0秒3、最後尾に杉山0秒9です。杉山10秒90をマーク、長谷庵が投手のベスト10秒78をマーク、 1.1 秒差でトップを追っています。2番手長谷庵ベストが出ています。1分30秒経過。さあ長谷庵の後ろですね、これがトップです。長谷庵選手はその後ろから来るトップを追っているが 1.1 秒差です。3番手が諸橋 1.3 秒、0秒05ぐらいで 小泉が4番手です。以下伊藤、杉山と続いているようです。1分50秒になるところ、さあ北側が、チームメイト長谷庵をラップしてきましたね。これで前が開けました。この人1人28周と予想されています。28周です。さあ2番手長谷庵がミス、リアウィングがちょっとひしゃげているが、あ、ネジが取れちゃってるかな、大丈夫か、走行にはしょうないのか。これでシルバー諸橋が2番手に上がってきた可能性があります。さあ長谷庵どこまで順位を落としたかな。長谷庵最後尾から、最後尾まで落ちてきました。長谷庵トップは北川、2番諸橋、3番が失礼、トップ北川、2番に小泉選手上がってきました。4秒4でトップを出ます。3番手が諸橋です。以下杉山、伊藤、長谷庵のオーダー、折り返しです。さあ最後尾に落ちてきた、長谷庵以外は先ほどのトップゴール伏見の前に出てくるという予想です。ここで伊藤が投手のベストを11秒06をマーク、 4番手小泉を追っています。失礼、5番手です、杉山を追っています。丸ボロ追っている0秒1ぐらい。ここで投手のベストは伊藤選手10秒91。
さあ北川元はトップです。2番手小泉との差をさらに広げました。5秒以上あります。3分経過でね、2番手の小泉選手以下ね、3、4、5ぐらいまでは僅差です。3分15秒になるところ。さあまずは小泉と諸橋の2番手争い、これがどうだ。小泉が帰ってくるところ、まだ2番手ですね。小泉3番手に杉山が上がってきました。小泉を追っています。1000分の3秒、残り90秒、諸橋ベスト11秒09。さあ小泉、諸橋、杉山、この2、3、4、本当に僅差です。それ伊藤も絡んでますね。2、3、4、5までがもう0秒5ぐらいの中に入ってます。3分45秒経過。トップ北川も悠々です。丸ボロの後ろから来ます。これトップです。はい、ありがとう。杉山選手をラップしてきました。トップ北川元、1人28周予想です。これで入ってきて22周目、残り6周という表示で、激しい2番手争い、なんとか小泉守ってるのかな、入ってくるとこあります。小泉これですね、ウィリアムズ、セナのヘルメット、2番手ですね。100分の2秒差で諸橋、そして0秒9で伊藤が続いています。で杉山が0秒7、2、3、4、近い、残り45秒。さあ長谷庵は最後尾ですね。杉山丸を追っています。 1.1 秒。長谷庵はかろうじて先ほどのトップゴール伏見の前に出るかな。27周同じく9秒で帰ってくるという予想。30秒残り切っています。元北川が帰ってくる。26周目に入った。あと2周です。1人28周予想。さあそして小泉は2番手守ってるのかな、入ってくると分かるが。さあ2番手変わりましたね、諸橋選手です。3番手伊藤、4番手が小泉です。2、3、4が0秒8の中に入っています。大時計はここで5分です。諸橋ベスト11秒0。コールがあるまで走ってください。ゴールしたら邪魔にならないところで止まってください。諸橋ゴール、伊藤ゴール、伊藤ゴールです。小泉ゴール、小泉、北川ゴール、長谷庵ゴール、はい、全車ゴールです。北川元が1人28周回ってきました。予選1回目トップタイムです。このヒート2番手諸橋、3番小泉、4番伊藤、5番杉山、6番が長谷庵という結果でした。組み替えがこの後発表になります。予選の組み替えがあります。この後掲示しますので必ず確認してください。少々お待ちください。今組み合わせを印刷しています。F1 が終わりました。 12GTF。 はい、今走った F1 ヒート A の方はマーシャル入ってください。それでは 12GTF 市村選手がいるヒートコースオープンです。1台ずつ、じゃあウェイズから。ウェイズ OK、 じゃあ黄色OK 出たら次取ってね。はい、新井 OK です。市村 OK、 はい、じゃあ次イエロー、これか花岡、はい、次高橋、はい OK、 最後林くん、はい、全車取れました。練習してて大丈夫です。さあ 12GTF このクラスも12名による選手権になります。予選3回やって上位8名 A メイン確定です。はい、すでにポンダー全部取れています。マーシャルも OK ですね。はい、それでは集合してください。バナーの前集合、止まってるよ、止まってるよ。はい、それでは出走順言います。市村選手、親伊豆選手、花輪選手、新井選手、高橋選手、最後林選手の順です。もう一回言います。市村、親伊豆、花輪、新井、高橋、林の順でスタートします。マーシャル OK。 それでは5分間による予選1回目スタートします。市村選手、親伊豆選手、花輪選手、新井選手、高橋選手、林選手。さあ黄色が多いこのヒートですね。まずは真っ黄色、市村選手が基準タイム12秒4で帰ってきます。破れない。さあ花は蛍光イエローとブラックですね。これがトップか。林最後帰ってくる。
さあ1周目、花は林、市村の順です。黄色黄色黄色です。30秒経過したところ、さあ最速タイムは花が出したのかな、12秒236です。トップが花輪か、いや林か、林がコースレコード1人11秒台、11秒95をマーク。さあ最後尾スタート、林選手がトップから帰ってくると分かります。蛍光イエローですよね。さあ林がトップです。2番手が花輪、3番手市さん、4番手親伊豆、これが1秒ぐらいの中に入ってます。5番手が荒井、最後尾に高橋だと思う。さあ、花輪がコースレコード11秒954をマーク。花輪は蛍光イエロー、ルーフがブラックですね。今ストレート計測ラインに帰ってきます。コースレコードを出しています。花選手トップなのか、林が帰ってきます。荒井選手後ろから来るのがトップです。荒井選手はこのヒート6番手、荒井来るからね。はい、はい、ありがとう。林選手、今、計測ライン取ってきます。ちょっと薄い蛍光イエロー。これがトップです。2番手、花輪、0秒6。3番手、市さん、0秒8。4番手、親伊豆、0秒1ぐらいです。以下、高橋、荒井と続いています。1分30秒になるところ。さあ、レースリーダーが、林直親選手です。スーパーランドのボディですよね。蛍光イエロー、ウィングが透明ですね。今、ストレート1人走っています。これがトップのマシーン。9周目に入ってきました。2番手がコースレコード出した花は0秒5、3番手が1さん 1.1 秒ぐらいです。4番手が親伊豆、高橋、新井の順です。2分になるところ。さあ林選手はコース上でもクリーンなところずっと走れてます。これはいいものにしていきたい。新井がベスト12秒486、6番手高橋、ホワイトブルーを追っています。6番手の新井選手2秒5の差です。さあ花をね、トップ林に負けてないですよ。0秒6ぐらいかな、0秒6ぐらいだと思う。2分40秒になるところ。さあそして3番手が親伊豆、1秒差で花を追っています。4番手が市さん、同じく1秒、5番手高橋 1.2 秒です。折り返しです、折り返し。さあ林選手、さあトップ5ですね。林、花は親伊豆、高橋、ここは全車25周予想です。トップ林が14周目に入ってきました。トップです。2番手花は1秒差、3番手親伊豆1秒差です。3分になるところ。さあ市さん4番手の後ろから3番手来ます。はい、ありがとう。親伊豆選手オレンジですよね、ビッティデザインのボディを使っています。これが3番手です。花は追っています。その差が0秒7、親伊豆2番手まで0秒7。親伊豆は後ろの後ろ、あれと戦ってます。あれを追ってます。新井さん来るよ、3番ね。新井選手は今6番手です。 3分30秒になるところ。はい、ありがとう。新井さんも来るよ。新井さん残念ながら最後尾だから。はい、はい、ありがとう、ありがとう。さあ一方林選手まだここですね、クリーンなところずっと走れてます。自分のペースで走れています。さあ19周目に入ってきました。2番手に2秒の差をつけた林直親選手。さあ市村選手が転倒しています。5番手走ってたから、これで順位を落としてきます。さあ林選手がこの時間ペースがいいですね。2番手との差を広げ出しているようです。ただね、まだ安心はできません。4番手までは林君と同じ25周回ってくると予想です。21周目入ってきました林選手。残り4周です。残り40秒。3番手親伊豆が0秒0いくつで、花を捉えそうなとこです。親伊豆さん後ろから来る、あれを追ってます、あれを追ってます。0秒3ぐらい。4分30秒になるところ。さあ林選手が帰ってきます。レースリーダーです。23周目に入ってきました。残り2、残り2。ただ林選手ちょっと細かいミスがあったのかな。そして12秒台の中盤から後半が出始めています。この時間帯トップ花が近づいてきます。 1.3 秒、大時計残り5秒。さあ林選手は今24周目なんで、もう1周あるよ林くん。新井さん後ろからトップ、ちびっこ来ますよ。さあファイナルラップに入ってきました。林、新井来てるよ。はい、ありがとう。市村ゴール、市村ゴール、親伊豆ゴール、親伊豆ゴール、コールがあるまで走ってください。新井ゴール、花はゴール、はい、あと林くん。
はい、前者ゴール。最後林くんどうだったんだ、見てみましょう。ミスがありましてね、トップゴール親伊豆選手でした。2番が林くん、3番高橋、4番ファステストの花は、5番が一さん、6番手が荒井選手という予選1回目でした。はい、それでは 12GTF のヒート B、失礼、ヒート A コースオープンです。今走った人はマーシャルです。マーシャルです。はい、それでは1台ずつ、ポンダーチェック入れていきます。ここも6名ですね。吉田選手、佐藤選手、北川選手、長谷庵、岩井啓太、藤本選手、6名です。はい、じゃあ佐藤くんいっちゃってください。はい、 OK です。じゃあこれが吉田くん。はい、吉田 OK、 藤本さん、はい OK、 吉田、藤本、佐藤は取れました。はい、じゃあ岩井さん準備できたら行ってください。これから 12GTF のヒート A が始まるところです。1分ちょい前倒しで来てます。遅れる調の場合は言ってくださいね。まだ大丈夫です、オンスケジュールで来てます。はいはいはい、はいよ。はい、これが岩井啓太、岩井啓太がこれ、はい、岩井 OK です。これが長谷庵、はい長谷庵 OK、 あと北川元、はい、こけてます、こけてます。花さん痩せちゃうから。ん、これが北川元か、北川元。はい、全車取れました。練習 OK です、練習 OK ですよ。さあ、先ほどトップゴールの親井選手は25周7秒で帰ってきてます。これが暫定のトップタイム。あ、うん、もうちょっと後ろの方がいい、うん、まあいいか。大江さん、大江さん、もしかしたらそこをマーシャルお願いします。ちょっとちびっこにやらせるのは酷だから、うん、はい、それではマーシャルじゃない、出走順います。吉田、佐藤、北川、長谷庵、岩井、藤本の順、もう一回言います。吉田、佐藤、北川、長谷庵、岩井、藤本の順でスタートします。それではスタートします。 12GTF のヒート A です。5分間。吉田選手、佐藤選手、北川選手、長谷庵、岩井選手、藤本選手、さあ間を取って6台がスタートしていきました。5分の戦いです。まず基準タイム、吉田11秒75で帰ってきました。11秒台です。さあ、それ破ってくる選手はいるのか。最後尾の藤本は帰ってきます。これでオープニングラップ、吉田が取りました。岩井、佐藤と続いたようです。岩、トップ吉田が11秒594、まだ11秒台はこの人、いや岩井啓太も出してますね。2番手が岩井啓太です。3番北川、以下佐藤、長谷庵、藤本のオーダー。藤本が12秒30。さあ、トップがバックマーカーと接触、焦る必要はなかったが、さあこれで順位落としていきます。その裏でなんと岩井啓太コースレコード11秒588、ホワイトグリーンですよね。藤本選手の後ろから来ます。これが新しいレースリーダー。2番手が北川元2秒7、3番手が佐藤0秒07、長谷庵、吉田、藤本のオーダー。さあ、バンクラセと言っていいでしょう。吉田選手がかなり順位を落としています。藤本さん、ありがとうね。岩井啓太がトップです。6周目に入っています。2番手佐藤に2秒1の差。佐藤は今ストレート入ってきます。そして3番手が北川元、4番手がここで吉田がコースレコード11秒576。ただまだ4番手です。いや失礼、5番手長谷庵を追っています。1000分の4秒、1分30秒になると大丈夫か。大丈夫ですね。さあ、吉田がコースレコードを連発して追ってきます。
ただまだ4番手です。北川元ですね。今度北川元を追っています。コースレコードを出した吉田選手4番手、佐藤ベスト11秒69。岩井が帰ってきます。岩井トップ守ってます。ただ佐藤が来てますね。0秒33。番手の北川が0秒7。そして4番手まで戻ってきた吉田が0秒6ぐらいです。1、2、3、4。これが 1.6 秒ぐらいかな。 1.2 秒ですね。 1.2 秒の中にやっています。さあ佐藤がこの週トップに変わった模様です。ホワイトイエローです。佐藤裕二がトップ、そして吉田がかなり来てますよ。吉田が来てるよ。3番手に来ましたね。今度吉田は岩井啓太2番手追っています。その差が0秒9ぐらい、2分20秒になるところ。さあ佐藤裕二はなんとかトップには立ったが、吉田がものすごい勢いで寄ってきます。岩井吉田、これが0秒6ぐらいの中に入ってます。吉田コースレコード11秒410をマーク。岩井かわしたかな、どうだろう、見てみよう。岩井をかわしましたね。2番手上がってきました。今度佐藤裕二トップ追っています。0秒3、2分40秒経過。さあトップはホワイト、イエロー、タカタカラーですよね。今ストレートにいます。それを追っているのは前の、吉田選手です。ただ吉田選手あっさりもうこれトップに立った模様です。吉田がトップ、2番手佐藤0秒4、3番手が岩井啓太1秒、4番手北川0秒6、5番手長谷庵5秒、6番手が藤本選手です。3分経過。ここでベストは北川元11秒83、投手のベスト、4番手です。岩井啓太追っています。0秒1。さあトップ争い吉田対佐藤、0秒2ぐらいですでね。2番手の佐藤は今25周0秒予想です。吉田は1人26周回ってくると予想。残り、90秒。佐藤はトップと0秒2から0秒4ぐらいの間ですね。前ですね、コース上でも前に見ます。あれがトップです。最新ラップでは0秒76の差。佐藤もペース上げてきましたよ。26周、トップ2が26周予想に変わっています。3番手岩井啓太2秒3、4番手北川元0秒1、5番手が長谷川7秒、6番手が藤本選手。藤本投手のベスト12秒280、6番手のマシン。残り時間ちょうど1分です。このヒートの4番手吉田、佐藤、北川、岩井啓太までは先ほどのトップゴール、ウェイズの前に出てくると予想。残り50秒ということは1回目、ウェイズが今総合5番手の可能性を残しています。さあコース上一番近いのは北川と岩井の3番手争いですね。岩井が帰ってくると分かります。さあ北川元がこの週3番手に帰ってきました。岩井啓太今度追う立場、0秒8、5番手が長谷庵7秒4、6番手が藤本選手です。岩井啓太総合4番手、予想親父と戦ってます。佐藤裕二ベスト11秒695、2番手ただトップは 1.6 秒の差をつけられました。吉田、佐藤、ワンツーが26周予想。トップ吉田が25周目走っています。もう1周あります。大時計残り5秒。ここで5分です。コールがあれば出してください。佐藤は2秒差で、トップ追っています。ファイナルラップ、長谷庵、北川ゴール、吉田ゴール、佐藤ゴール、岩井ゴール、あと藤本さん、はい、前者ゴール。このヒートトップゴールは吉田選手でした。ヒート2番が佐藤、3番北川、4番岩井、5番長谷庵、6番手が藤本選手というヒートの結果でした。この後組み替えが発表になります。組み分けがあります。組み替えがあります。はい、それではここからですね、プロストッククラスになります。ヒート E コースオープンしました。堀選手がいるヒート1台ずつポンダチェックいきます。堀、林、伊藤、大江、増田、松本選手出番です。今1分ちょい前倒しできてます。間に合わなかったら言ってくださいね。それでは堀選手から通ってください。
今走った方はマーシャルです。 12GTF のヒート A マーシャルです。はい、堀 OK、 はい、林くん、はい、林 OK、 これ松本さんかな、はい、 OK です、松本 OK。 じゃあ次これ増田さんかな、伊藤さんだったか、ごめん、はい、 OK です。あと大江増田、これが大江さん、はい、 OK。 最後増田選手を待っています。さあ先ほど走った中日 GTF の方はマーシャルです。誰かマーシャル、すいません、誰かお手伝いもしよければ。あ、山さんありがとうございます、助かります。あ、今通ったのこれ増田さんか、増田さん、これこれが増田だよ、よいしょ、はい、練習 OK です、練習 OK です。さあこれ、最初のヒートですがね、実力者の方がいます。昨日からの練習見てると堀選手と林選手ですね、これはかなり上位に入ってくる可能性がある、そんなペースを見せていました。はい、全車ポンダー OK です、よいしょ。それではバナーの前に集合してください、バナーの前に集合です。出走場います。堀、林、伊藤、大江、増田、松本です。もう一回言います。堀、林、伊藤、大江、増田、松本の順でスタートしてください。マーシャル OK ですね。それではスタートします。堀選手、林選手、伊藤選手、大江選手、増田選手、松本選手。さあ増田がちょっと飛んでいったか、大丈夫ですね、大ごとにはならなかった。トップスタートの堀破ってきた、林伊吹選手がトップです。2番手が堀選手かな、3番手が伊藤選手、大江、増田、松本続いたかな。堀がコースレコードを出した瞬間、伊吹選手が10秒365のコースレコードをトップです。2番手堀0秒2、3番手が伊藤 1.3 秒、4番手が大江、増田、松本のオーダーです。さあ蛍光イエロー、林伊吹選手がトップです。増田さんが来るよ、はい、ありがとう。その前を走る堀選手が2番手、さ0秒3の差、堀ベスト10秒38です。さあトップ争い差は詰まってます、0秒2、蛍光イエローがトップ、その前を走る堀選手が2番手です。3番手が伊藤選手、伊藤選手は今ストレートですね、松本選手の後ろから来ます。これが3番手の伊藤選手です。松本選手は現在6番手。さあ、林伊吹が10秒164のコースレコードレース中出してます。さあ大江さん来るよ、ありがとうね、はい、ワンツー行かせてくれました。大江選手はこのヒート4番手は知ってます。伊藤選手、日の丸カラーあれ追ってます。大江選手4番手、5番手が増田選手、6番手が松本選手というオーダーです。1分20秒になるところ、前の週増田がベスト11秒05、5番手大江追っています。さあ林対堀トップ争い、0秒2から0秒4ぐらいの間で争っています。蛍光イエローがトップです。その前を走る堀選手が2番手、堀がベスト10秒33、最新ラップでは0秒48の差、トップ争い。さあ松本選手の後ろから2位1が来ています。堀が再びベスト10秒265、さあさあ詰まってきました、トップ争い。松本さんありがとうね、続けてトップが来ます、0秒2です、トップ争い。3番手が伊藤選手、4番手が増田選手、5番手が大江選手、いや失礼、4番手が増田ですね、5番手が大江選手、0秒5、6番手が松本選手です。増田ベスト11秒0、伊藤10秒6が出ています。伊藤3番手です。堀林を追っています。伊藤選手2分20秒になるところ、蛍光色はトップ変わらずで、さあ大江が見せた、大江じゃないな、増田選手ですね。これで最後尾、松本が5番手近づいてきます。松本選手が帰ってくる、さあ松本これ5番手に上がりました。最後尾がミスがあった増田選手に勝っています。2分45秒になるところ、さあ堀選手との堀選手、林選手とのトップ争いですね、差がね、コース上縮まってますね、つまり差広げられてます、トップ争い。0秒9、蛍光イエロー来ます、躊躇ありません、躊躇ありません、ありがとうございます。さあ堀選手ここからついていく作戦、
林選手がトップです。 1.2 秒後ろ堀選手、3番手が伊藤選手。伊藤選手は3番手まで一瞬差つけられてますね。4番手が宝永、5番手松本、6番手が松田選手というオーダーです。3分20秒になるところ、さあ松田選手ボディが仕上がってますね。はい、松本さんありがとう。松田さん後ろからワンツー来てますよ。松田選手はボディがちょっとあれだな、もしあれだったらどっか止まって直してもらった方がいいかもね。さあ3番手が日の丸カラーと言っていいのかな、伊藤選手です。まもなくストレート入ってきます。日の丸カラー、これが伊藤選手。4番手が大江、5番手が松本、6秒差、6番手が増田選手です。3分50秒になるところ、さあレースが中盤を迎えました。まもなく折り返し時間を迎えます。林選手がレースリーダー、2番手堀がその後ろを走っています。 1.9 秒差、大丈夫です、大丈夫です。松本選手、さあトップ2、林堀はともに46周予想と表示されています。現在24から25に入るところです。残り21周、その差が 1.9 秒。3番手が伊藤、以下大江、松本、松田の順です。4分20秒経過です。プロストッククラスのヒート E を行っています。予選1回目、蛍光イエロー林伊吹選手がレースリーダーです。さあ一番近いのはこれですね、やはり林堀のトップ争い、 1.9 から2秒ぐらいの間、2人とも46周ペースです。3番手が伊藤選手1周差、4番手大江選手1周差、5番手松本1周差、6番手増田も1周差です。4分50秒になるところ、さあ同一中間で争っているのは林堀ですよね。ここです、トップ争いです。29周目から蛍光イエロー返ってきます。大江選手の後ろからワンツーが近づいてきている。ワンツーが30周目に入ってきました。はい、ありがとう。残り16周です。さあレース後半、これねタイヤとかねいろいろこと絡んできますからね。さあ増田さん後ろからワンツー来てからね、増田選手はこのヒート6番手走っています。7秒差で松本を追っています。6番手の増田選手、松本選手は現在5番手大江選手を追っています。ほぼ1周の差。さあ堀選手はね前に行かれたものの 1.9 から2秒ぐらいですね、この間隔を保っています。レース後半にかけているのかもしれません。5分50秒になるところ、46周ペース変わりません。34周目から35周目に入ってきました。この2台残り11。3番手が伊藤選手、4番手大江、5番手松本、最高位増田選手、残り2分です。さあトップ帰ってきます。37周目に入ってきました。さあこの時間また2台の差が開いてきたようにも見えます。トップ争い2秒2ですね、最新ラップ残り90秒。さあ単独3番手は伊藤選手です。日の丸から現在36周目を走っています。残り8周、伊藤選手、それを大江が1周差の4番手5番手松本、最後尾増田選手。さあ本当に46周踏んでくるのか、林伊吹選手40周目に入ってきました。堀も40周目、2秒1、残り6周です。トップ2台、残り時間1分。さあ堀がもう1回仕掛けていけるのか、 1.9 秒差、残り45秒、 1.9 秒差。さあ堀選手は逆にタイヤがきつくなってきたという情報もある。2秒4です。ただ46周ペースは回っています。43周目からまもなく伊吹選手が44周目に入ってきます。残り2、堀も残り2です。2秒8。3番手日の丸から伊藤が42周目入ってきました。残り2周です。残り15秒。さあ林堀はもう1周ずつあります。もう1周あります。3秒差、大時計残り5秒、増田さん来るよ。はい、ありがとう。さあ林堀が46乗っけてきました。大時計ここで8分です。コールがあるまで走ってください。
林ゴール堀ゴール伊藤ゴール大江ゴール松本ゴール、あと増田選手です。最後までボディが浮いた状態で走り切りました。前者ゴールです。伊吹選手がまず一旦トップゴール、46周2秒でした。このヒート2番手堀、3番手伊藤、4番手大江、5番松本、6番増田選手でした。はい、それでは高橋さんがいるヒート、ここ6台ですね、コースオープンです。1台ずつ取ってください。1台ずつ、じゃあ親父さんかな、行っちゃってください。はい、親伊豆 OK。 じゃああれ、ホワイトオレンジ、これが誰、高橋さん OK。 はい、谷垣、はい OK。 ピンク工藤 OK で、森加子 OK、 あと菊池さん、はい、全車取れました。練習 OK です。今走った人はマーシャル入ってください。今走った人はマーシャルです。さあ、先ほどトップゴールした伊吹選手の46周2秒、これがね、どのあたりのタイムなのかがね、徐々に明らかになってきます。まもなくプロストックのヒート D 予選1回目がスタートするところです。電車ポンダ OK です。それでは並べます、バナーの前に集合です。高橋選手が先頭スタートです。高橋、谷垣、工藤、森角、親伊豆、菊池の順です。もっと詰めてね、なるべく詰めてください、もう一回言います。高橋、谷垣、工藤、森角、親伊豆、菊池の順でスタートします。マーシャル OK かな、 OK、 佐藤くんやってくれてるのかな、 OK。 それではスタートします。高橋選手、谷垣選手、工藤選手、森角選手、親伊豆選手、菊池選手。さあ、ヒート、いいよ、もうそこでいいよ、はい、菊池選手でしたよね。最後尾のうち行きます。さあ、まず工藤かな、工藤がトップだったかな、工藤がトップですね。親伊豆が2番手だと思う。さあ、工藤選手はこれかな、ピンク一色ですよね。さあ、ただミスがあったかな、順位が目まぐるしく入れ替わってきます。このヒート落ち着いてください、皆さん落ち着いてください。4周目に入っていきます。さあ、4周目に入っていく、誰がトップなんだ、谷垣かな、いや親伊豆ですね、オレンジ親伊豆がトップです。2番が谷垣、3番高橋、工藤、森角の順です。誰かその辺でポンダ入ってない、誰かその辺でポンダ入ってない、取っちゃってる、大丈夫、まあいい、まあ大丈夫、大丈夫です。1分経過です。トップは親井選手です。ベスト10秒91をマーク、高橋選手10秒9をマーク。さあ、親井選手がトップです。これですね、ピンクの後ろから来ます、工藤の後ろから来る、これがトップです。はい、ありがとう、ちょっとタイミングがなかった。さあ、森角選手と接触がありました。トップ親井選手どうなんだ、これで順位に変動があるんでしょうか。レースは8周目に入っています。高橋選手はトップに変わっています。2番親井図0秒4、3番谷垣100分の6、4番が最速タイムを出した工藤2秒、5番手菊池、6番手が森角という表示。1分40秒になるところです。さあ、レースリーダー高橋に変わっています。高橋はどれだ、これか、これですね、オレンジイエローですね。今ストレートに入ってくるところがミスです。これで2番手集団、谷垣、親伊豆が近づいてくる。で、工藤も来てますよ。さあ、レースは11周目に入ってくるところです。順位整理します。谷垣、いや親伊豆が再びトップです。オレンジ一色、ピンクの後ろから来ます、これがトップです。2番手が谷垣0秒5、3番手がピンク、工藤です。2分20秒になるところ。さあ、森角が止まっている、森角6番手のマシンが止まっている。それをこう、菊池選手が抜けてきましたね。菊池選手が最速タイム出した模様です。菊池10秒674、5番手のマシンがこの時間帯最速タイムを刻み出しました。菊池はね、今5番手だよな、いや4番手、5番手ですね。ピンク一色を打ってます、菊池選手。さあ、一方トップはオレンジですよ。バックマークが出てくる、森角来るからね、森角来てるよ、はい、ありがとう。さあ、そして高橋選手の後ろからトップ来てます。高橋選手はこのヒート4番手ですね。ピンクを追ってます、ピンクの工藤を追ってます。工藤3番手、
さあそして最速タイムを出した菊池がこの時間ペース上げてきてるかな、ちょっと見てみましょう。菊池がこのヒート3番手まで来ましたね。で今度谷垣を追ってます、0秒6ぐらい。谷垣は今あれか、菊池さんのまあ強いて言えば後ろから来るあれを追ってます、菊池の後ろから来るあれを追ってます。その差が0秒6です。菊池3番手、最速タイムをこのヒート出している。トップは親泉、前が開けました、オレンジです。親泉選手が18周目に入っています。森角ベスト12秒16、谷垣が10秒66をマーク。さあトップ親泉です。親泉2番手集団この時間離してますよね、3秒差です。そして谷垣2番手が最速タイム乗り換えたようです、10秒668をマーク。親泉を追っています、谷垣選手2番手がこの時間最速タイム。うん、誰だ、菊池選手でしたね。追い上げ体勢だったがちょっとミスがありました。4番手で帰れたから工藤に前に行かれちゃったかもしれない。大時計ここで折り返しです、折り返しです。菊池さん後ろからトップね、オレンジトップです。さあ中距離から参加、親泉選手がレースリーダーです。22周目を走っています。2番手最速タイムを出した谷垣ですがまだ2秒5あります、トップまでは2秒5あります。親泉は前の前、あれが2番手です。さあ誰だ、森角がベスト11秒96、最後尾6番手走っています。森角選手にベストが出た。さあただ谷垣ですね、クリーンなとこ走ってますよね。親泉との差を詰めてきているようにも見える、ちょっと見てみましょう。親泉帰ってくると分かります。谷垣選手 1.6 秒差です、トップまで 1.6 秒。3番手が高橋6秒6、4番手ピンク一色工藤が0秒2、5番手が菊池、最後尾に森角選手です。4分50秒経過、んここでベストは森角11秒654、6番手です。菊池追ってます、2周の差、残り3分。さあ一旦ペース上げたように見えた谷垣ですが、親泉も反応してますね。 1.6 秒差、差が縮まっていません、広がってもいない、 1.6 秒差です。最新ラップ3番手が高橋、谷垣追ってます7秒ぐらい、4番手が工藤ピンク1秒、5番手が菊池選手、森角と続いています。5分20秒経過、さあ工藤選手ピンク5番手がミス、菊池追っていました、 1.5 秒差だったがミスがありました。その横を追っていた菊池が抜けていく、菊池これ4番手ね、今度高橋さん追っています、1000分の5秒。高橋はどこだっけ、これか、これですね。今高橋は操縦台の前です。菊池が3番手まで可能性出てきました。5分45秒経過、一方この時間親泉は谷垣との差を広げています。森川来るよ、森川来るよ、あーちょっとタイミングが、大丈夫大丈夫、2秒ぐらいあったんでまだ大丈夫だと思う。さあ森川選手はちょっとタイヤが辛そうですね。6分経過です、残り2分。さあ親泉トップで書いています、谷垣が1秒差です、谷垣1秒差。そして3番手高橋9秒7、菊池、工藤、森川のだ。さあ親泉選手はこのままいくと43周ペースなんで、総合今4番手ペースですね、4番手ペース。6分30秒が近づいてきました、オレンジが帰ってきます。35周目に入ってきました、2番手谷垣が 1.4 秒差。さあ親泉もね、普通に走れば2番手谷垣よりペースを持っていそうです。徐々にトップ争い差が開いてきました。で3番手に帰ってきたのが菊池選手ですね、どうだ、菊池帰ってくると分かるな、菊池が帰ってきてこれで3番手ですね。今度親泉じゃない、谷垣を追っていますが8秒ぐらいあります、8秒ぐらいあります。残り1分、残り1分、トップ2親泉、谷垣はともに43周回る予想、38周目を走っています。残り5周です、大時計残り50秒。さあ親泉が総合4番手ペースを守りながら、お谷垣はミス、それトップだからね。さあこれで菊池選手が2番手、谷垣との差を詰めることになります。ただ8秒ありました、谷垣止まっちゃったのか、壊れた、谷垣壊れた、はいジャッジ申し訳ない、邪魔にならないところで止まってください。うーん、2番手走行、最速タイムマークした谷垣選手マシントラブルです。これで間もなく菊池選手が2番手上がってきます、2番手ですね。菊池はトップまで8秒、おおおお。さあ高橋選手3番手がミス、今度ピンク工藤が来ますよ、工藤3番手の可能性が出てくる。大時計残り10秒です、親泉が42なんでもう一度あります、親泉もう一度あります、
このヒートで1人だけ43周回ってくる。トップ、まもなく計測ライン帰ってきます。大時計、ここで8分です。親伊豆ファイナルラップ入ってきました。高橋ゴール。コールがあるまで走ってください。高橋はゴールです。はい、松本さん、ありがとう。さあ、最後中京同士で潰し合ってしまいました。はい、前者ゴール、親伊豆選手がトップゴール、総合4番手入ってきました。このヒート2番手菊池、3番手工藤、4番手高橋、5番手谷垣、6番手が森角選手でした。はい、それではアルガ選手がいるヒートコースオープン、1台ずつじゃお願いします。藤原さん、行っちゃって。はい、藤原 OK、 じゃピンク、清水 OK、 はい、オレンジ行っちゃって、アルガさんかな。ちょっと待ってね、アルガさんがこれ、アルガ、ちょっと待ってくださいね、アルガ選手がこれ、はい、アルガ OK、 あと大和も村岡、1台ずつお願いします。これ大和もかな。はい、 OK、 村岡さん、はい、全車取れました。練習 OK です。今走った人はマーシャルです。これからプロストックのヒート C が始まるところです。ヒート C がこれから始まるところです。さあ、1個前のヒート D でトップゴールの親井選手が今4番手ですね。総合トップ林伊吹選手守っています。46周2秒です。これがトップタイム。全車ポンダ OK でした。それでは並べます。バナーの前に集合です。アルガ選手がトップスタートになります。6台による争いになります。マーシャルもいますね。はい、出走順、アルガ、大和も、わらび岡、清水、藤原、村岡の順です。もう一回言います。アルガ、大和も、わらび岡、清水、藤原、村岡のオーダーでいきます。それではスタートします。ヒート C です。アルガ選手、大和も選手、わらび岡選手、清水選手、藤原選手、村岡選手。さあ、まず先頭スタート、アルガが11秒フラットで帰ってきました。なかなかいいタイムで帰ってきてますよ。さあ、破れない。1周目は誰なんだ、藤原来てますね。藤原、アルガ、大和もオープニングラップです。藤原選手、ピンクの後ろから来ます。清水の後ろから来る。前がオレンジ、後ろが白。これがレースリーダーの藤原です。ただ、アルガが最速タイムマーク、10秒64、2番手です。藤原との突破争い中、オレンジ。3番手が、大和もかな、見てみましょう。3番手は大和もですね。以下、わらびょうか、清水と続いているようです。50秒になるところ。さあ、藤原が帰ってきます。これがトップです。5周目に入ってきました。2番手が、さあ、バックマーカーと接触。藤原選手が一旦これで順位を落とします。はい、ありがとう。これで、アルガ選手がトップにまた変わってますね。オレンジ一色です。村岡選手の後ろから来ます。これがトップ。オレンジがトップ。アルガです。2番手がその村岡選手。2番手。質かな？村岡帰ってくるとわかる。アルガトップ変わりません。2番手が村岡選手、3番手大和も0秒44、4番手が清水、5番手が最速タイム出した藤原、最後尾にわらび岡選手。藤原選手が10秒330が出てますね。これがこのヒートの最速タイム。ただ、バックマーカーと接触があり、現在5番手走っています。清水、ピンクを追っている藤原選手、0秒5。さあ、トップはオレンジです。清水選手の後ろから来ます。さあ、オレンジ、はい、ありがとう。清水さん、清水選手は現在4番手かな。村岡追ってると思う。わらび岡10秒4投手のベスト、村岡10秒7投手のベスト、アルガも投手のベスト10秒3が出てます。アルガトップです。さあ、2番手集団に4秒近い差をつけてます。わらび岡さんの後ろから来てます。これがトップです。わらび岡は今このヒート4番手ですね。大和も追ってます。2秒2、2分10秒になるところ。さあ、アルガ選手もね、ペース上げてきてますよ。今45周0から1予想なんでね、46周入れちゃえば、林、堀がいます。2分20秒になるところ。さあ、これベストは清水選手、ピンクのカラーリング、10秒713をマーク。6番手だと思う。藤原が5番手帰ってきました。藤原今度、濃いピンク、わらび岡を追っています。
さあこれ村岡が投手のベストを10秒559をマーク、2番手かな、2番手です村岡、5秒7でトップ争い。村岡のペース結構いいですよこれ、総合4か5ぐらいのところ走ってます村岡、2分50秒になるところ。さあそしてファーストテストを出した藤原選手、これがどこまで来てるのかな、ん1回ミスがあったか、いやそうでもないですね、他が、うん、あ僅差なんですね、2、3、4、5が僅差になっています。アルガ選手はもう安泰といったぐらいの差をつけています、オレンジ一色。さあ藤原選手はまた同じところでこけている、はいありがとう。さあアルガ選手これはねまとめていきたいですよ、3分20秒になるところ、今3番手ですからね、3番手予想です。アルガ選手20周目に入ってきました、この人は1人45周回ってくるという予想。2番手が村岡選手、3番手が山友2秒、4番手わらび岡 1.8、 5番手が清水3秒、6番手が藤原0秒9、3分40秒になるところ。さあレースリーダーアルガ選手来るよ、はい、ありがとうございます。オレンジがトップです、2番手が、イエローホワイトですね村岡選手、3番手が大和も3秒で、4番手がわらび岡100分の2秒ぐらい、そのすぐ後ろに藤原、最後尾に清水選手という表示。さあ3番手わらび岡がちょっとミスってたと大丈夫か、フラビゴカと大和もの3番手争いかちょっと見てみましょう、トップは変わらずあるか、わらび岡がミスっている、2番手が村岡ここも間違いない、3番手がかろうじてわらび岡かな、4番手の大和もそして藤原選手が追ってきているようです、最後尾はピンク一色清水選手、4分30秒になるところ、いいですよアルカ選手はずっとこの日この時間帯ペース守ってます、45周の1、2、3、この辺で走ってます、総合3番手予想、このヒートの2番手村岡選手がそれに次ぐ4番手予想ですよ、このヒート3番手が大和も、5番手が清水、6番手わらび岡、最後尾藤原です、藤原は濃いピンクを追っています、2秒4、最後尾5分経過。さあ一番近いのは清水わらび岡ですね、4番手争いこれが0秒2ぐらいです、5分10秒経過、清水さん後ろから来ます、はいありがとう。清水選手ピンク5番手をラップしてきました、トップアルカ選手オレンジのカラーリング、31周目に入ってきました、残り14、45周予想、ペース全く落ちてません、イエス。2番手が村岡選手1周の差、3番手が大和も6秒、4番手わらび岡0秒8、さあ村岡2番手が止まっています、6秒ぐらいの差があったんで大丈夫かな、2番手では帰れたのか、大和もがこれ2番手の可能性も出てきます、大和もは赤一色ですよね、5分50秒経過、藤原選手後ろから、3番手いきます、さあ2番手にわらび岡が上がってきました、他の選手がミスがありました、わらび岡が2番手、3番手村岡0秒4、4番手大和も0秒5、5番手藤原0秒5、6番手清水0秒5です。さあ2、3、4、5レース後半にかけて近い近い、トップだけが一人旅、一周の差をつけてます、36周目に入っています、大和もの後ろから来ます、これトップです、大和もは今このヒートが3番手から藤原選手が2番手まで来てるかも、僅差ですよ、2、3、4、5、6まで僅差です、ワンミスで勝ってきます、6分30秒になるところ。さあ清水ちょっと引っ掛けてましたね、清水選手6番手、さあ藤原選手が2番手来たかな、帰ってくると分かる、2番手ですね藤原、最速タイム出しています、だアルガーまでは一瞬の差があります、6分50秒経過、藤原選手で今4番手か5番手そんなとこ走ってますよ、ゴール時点で1秒上げれば4番手、伊藤の前に出ます、残り1分、さあアルガオレンジこれですね、今操縦台の上走っています、40周目走っているんで、残り5です、残り5、ペースいいですね、若干落としたがまだ大丈夫です、3余裕を持って今3番手ゴールしてくると予想されています、残り40秒、42周目に入ってきました、トップ
清水選手の後ろから近づいてきます。これはトップです。2番手がオレンジホワイトの藤原選手、1周の差。3番手が山友、いや失礼、3番手村岡 1.8 秒、4番手が山友 1.7、 5番手清水3秒2、最後尾わらび岡が0秒5です。残り15秒、44周目もう1周あります。アルガ選手はもう1周あります。45周予想、大野家残り5秒、さあアルガが45乗っけてきました。もうこれで3番手一旦決めます。8分経過です。コールがあるまで走ってください。清水ゴール、アルガゴール、邪魔にならないところで止まってください。わらび岡、山田、あと村岡さん、はい、前者ゴール。アルガ選手が総合3番手で帰ってきました。このヒートの2番手ファステストの藤原、3番手が村岡、4番山友、5番清水、6番手がわらび岡選手でした。さあプロストックのヒート B コースオープン、斉藤選手がいるところ、ここも6名で行います。1台ずつ行きます。岩井さんいて、はい、あ、ちょっと待ってよ、まだね、これが岩井選手、岩井系、はい、岩井 OK でした。じゃあそれ白緑柿原さんかな、はい、柿原、これが柿原、まだね、ちょっと待って、柿原がこれ、はい、岩井柿原 OK でした。じゃあ次樺沢さんお願いします。はい、樺沢 OK、 あと斉藤、横山さん、1台ずつ取ってください。じゃあ山さん、これがちょっと待ってね、ちょっとまだよ、これが山さんだよ。はい、じゃあ次緑、横さんかな、これが横さん、横だよ。はい、最後は斉藤さんお願いします。さあここまで来ても、林堀選手のトップ2、46周はまだ破ってこられていない。これが斉藤さん、はい、全車取れました。練習 OK です。はい、全車取れました。はい、先ほどヒート C 走った方はマーシャル入ってください。それでは並べます。先頭スタートが誰だったかな、斉藤選手です。はい、並べます。斉藤選手、樺沢選手、柿原選手、横尾選手、岩井選手、山さんです。斉藤さん前すぎ、もうちょっと下がって、うん、それで取っちゃうと1周目読まないんで、斉藤、樺沢、柿原、横尾、岩井、山さんの順でいきます。マーシャル OK ですね、 OK ですか、藤原さんマーシャルね、うん、もう一回言います。斉藤、樺沢、柿原、横尾、岩井、山さんの順です。それではスタートします。斉藤選手、樺沢選手、柿原選手、横尾選手、岩井選手、山さん。さあまず先頭スタート、斉藤高重が10秒8で帰ってきました。10秒台です。1周目破ってきたマシンがいます。破ってきたのは柿原かな、柿原ですね。2番手斉藤、3番手が横尾選手。さあ柿原ホワイトグリーンですよね、樺沢選手の後ろから来ます。これがレースリーダーです。2番手が緑一色の横尾、3番手が樺沢、斉藤、山さん、岩井の順です。さあレースリーダー柿原がベスト10秒292、これがこのヒートの最速タイムトップが出しています。2番手が緑一色横尾選手です。50秒になるところ、さあ2番手横尾が1秒差、3番手岩井啓太0秒3、いや3番手山さん0秒2、4番手が岩井啓太です。さあ柿原がすごい飛ばしますよ。2番手集団にもう 1.4 秒ぐらいの差をつけてます。ホワイトグリーンのカラーリング、斉藤選手の後ろから来ます。これがトップです。斉藤選手はこのヒート3番かな、いや4番ですね、岩井啓太を追っています0秒2。
岩井啓太が3番手です。さあ斉藤隆樹オレンジがベストを10秒51、樺沢10秒63マーク、岩井啓太が10秒297当初のベスト。岩井啓太、岩井啓太2番手来ました。横をかわしたと思う。1分30秒になるところ、岩井啓太前に見ますね。あれと戦ってます今、今の周は岩井2番手、100分の2秒後ろに横尾がいます。さあ樺沢選手の後ろから3、2が来てます。樺沢選手はこのヒート5番手、横尾ベスト10秒447は、最速タイムじゃない、投手のベスト。斉藤隆史が10秒449をマークです。さあ柿原がいいですよ。斉藤の後ろから来ます。2秒以上の差をつけてます。トップ争い2分経過。さあ総合順位でも柿原すごいとこ走ってますよ。2分10秒になるところ、2番手が岩井選手かな。帰ってくると分かります。2番手が岩井啓太です。トップでは2秒2、その後ろに、斉藤0秒2、1000分の9秒後ろに4番手横尾選手、5番手山さん 1.6、 最後尾に川沢選手が2秒8。2分30秒になるところです。レースリーダーは今斉藤選手の後ろですよね。ホワイト、グリーン、柿原選手です。さあここで投手のベストは横尾です。10秒430をマーク。投手のベスト横尾、岩井啓太を追っている0秒1。さあ斉藤選手の前に出ましたね。柿原前が開けました。2分50秒になるところ、山さん来てます。トップです。山さん現在5番手かな、5番手ですね。斉藤隆重を追っています。その前を追っています山さん。3分経過です。さあ掛原選手が19周目に入ってきました。現在林伊吹の前に出てトップペースでレースを引っ張っています。46周1秒で帰ってくると予想。暫定タイムは2秒です。暫定 TQ2 秒です。そして2番手が岩井啓太2秒4。岩井啓太がね、堀選手の後ろ今4番手ペース。このヒートの3番手が、このヒートの3番手が、横尾選手 1.6、 4番手が斉藤0秒4で、5番手が山さんですね4秒。最後尾に樺沢選手が 1.4 です。樺沢選手は山さんを追っています。さあ小時計がここで折り返しです。柿原が暫定 TQ ペースを守りながら折り返していきました。24周目に入っています。さあ岩井啓太2番手のペース見てみましょう。岩井啓太もいいよ。46周ペース乗っけてきてる、いつの間にか。さあ岩井啓太この時間ペース上げてきてるのか見てみましょう。上げてきてますね、上げてきてる。46周ペースです。3番手が横尾選手 1.8、 3番手が横尾ですね 1.7、 4番手斉藤0秒5、5番手山さん、最後尾に樺沢選手が2秒。さあ柿原はこの時間クリーンなとこを走って、今計測ライン28周目やってきました。4分50秒経過。柿原まだペース守ってます。1秒予想。このヒートの2番手岩井啓太を46周踏んでくるという予想。で3番手が横尾選手2秒4で、斉藤隆が横尾のすぐ後ろ0秒1で、5番手が山さん4秒3、樺沢は4秒7、6番手。5分20秒になるところです。5分30秒経過。柿原が32周目に入ってきました。さあこの辺からですよね、ペースね。ストレート入り口1台止まってる、あれ岩井啓太ですね。2番手走ってたが、これで横尾が来るのか。横尾が2の可能性ありますよ。横尾が帰ってくると分かります。黄緑一色、横尾2番手上がってきましたね。3番手斉藤、4番手が岩井啓太、山さん、樺沢のオーダーです。さあこのヒート2番手上がってきた横尾選手、総合順位でも今堀選手の後ろ4番手予想。45周今1秒予想、横6入れちゃえばそこに堀林がいます。さあそしてトップ柿原戦ってます。バックマーカーこれ活かせ方ですよ。岩井来るからね。横尾さんも来てるよ。
今ね、掛け原は伊吹君と同じ2秒予想になっています。2秒予想、バックマーカーが前に見えます。岩井、横がいる。岩井さん、ありがとうね。さあ、横さんも来るよ。はい、ありがとう。さあ、掛け原、ここから自分との戦い。今一旦伊吹の後ろという表示に変わっています。ただ前開けました。6分30秒経過。さあ、そしてこのヒートの2番手斉藤隆重になってんのかな、見てみましょう。そうですね、バックマーカー行かせてた関係で横尾選手、順位落としましたね。斉藤選手が2番手、3番手岩井啓太、4番手が横尾選手0秒7、5番手が山さん、最後尾樺沢選手が7秒、残り1分。さあ、掛原選手のペース上げてこれるか。今3秒予想に変わっています。ただ堀選手の前ではゴールできそうな感じのペース。堀選手5秒でした。残り45秒。さあ、斉藤隆重も2番手だが45周2秒予想ですね。トップ掛原だけが6周予想です。その掛原が43周目に入ってきました。残り3です。残り時間30秒。斉藤隆重、岩井啓太、横尾、山さん、樺沢の順です。レース最終盤、残り20秒。さあ、レースリーダー、ホワイト、グリーン帰ってきます。45周目、これがもう一周ありますよ。もう一周あります、掛原。残り5秒切っています。掛原46周乗っけてきました。ファイナルラップです。ここで8分。伊吹が2秒、堀が5秒でゴールしています。斉藤ゴール、斉藤ゴール、柿原ゴール、柿原ゴール、3秒で帰ってきた。総合2番手、横尾ゴール、樺沢ゴール、あと山さん。はい、全車ゴール。ヒートの最速タイムも出した柿原、総合2番手帰ってきました。2番手、このヒート2番手斉藤、3番岩井、4番横尾、5番山さん、6番樺沢選手でした。はい、それでは予選1回目の最終ヒートですね。ちょっと2分ぐらい、早く前倒しできてます。あ、でも揃ってくれてます。それではコースオープンです。1台ずつお願いします。じゃあ白からお願いします。これ白は松島さんかな。はい、どうぞ。ま、ちょっとまだ松島これ。はい、じゃあ村田行ってください。村田選手、はい、OK。 じゃあオレンジ、有森さんかな。はい、オッケー。じゃあ榎本、はい、最後牧田さん、はい、取れました。練習 OK です。今走ったヒート B の方、マーシャルです。さあ、最初のヒート走った伊吹選手のタイムはここまで来てもまだ破られていません。46周2秒3、これが暫定のトップタイムになっています。ただね、この最終ヒートはもう誰もが知る関東圏ではトップレベルの選手集まっています。どこまで周回マークしてくるか注目です。それでは並べます。牧田、松島、村田、有森、榎本の順でスタートします。もう一回言います。牧田、松島、村田、有森、榎本です。マーシャル OK。 それでは予選1回目の最終ヒートです。牧田選手、松島選手、村田選手、有森選手、榎本選手。まず先頭スタート、蛍光イエロー、今回ブルーのラインが入っています。牧田が10秒2で帰ってきました。早い、10秒2で帰ってきた。トップスタート牧田、それ破れないですね。牧田、松島、有森がトップ3でした。オープニングラップ、村田、榎本と続いてです。おお、松島が10秒078のコースレコード、078が出ています。トップに立ちました。ホワイト一色、松島選手。さあ、松島なんと9秒807をマーク。大丈夫なのか、大丈夫なのか。さあ、ホワイト、松島がトップです。5周目に入ってきます。それを追うのは牧田、0秒4。3番手が村田昌司、4番手が有森、最後尾榎本がここでベスト10秒520。さあ、牧田が投手のベスト10秒001をマーク。ただ松島が9秒80な出しちゃってます。6周目から7周目入っていきます。ホワイトがレースリーダー、2番手がその前を走る蛍光イエロー牧田選手0秒2、3番手がホワイトブラック村田昌司0秒8、4番手がオレンジ有森0秒9、最後尾榎本が 1.3 秒です。
4番手の有森選手までは伊吹選手のペースを破ってくると予想されています。1分20秒経過。さあこれベスト最後尾榎本10秒427をマーク。トップは依然として松島選手、2番手に0秒5後ろですね、牧田がいます。3番手村田が1秒です。4番手が有森 1.3 秒、最後尾榎本 1.4 秒。1分40秒経過。さあ早くも最後尾の榎本をラップしてったのかな、ラップするところですね。はい、ありがとう。さあただね、その前を走る蛍光イエロー牧田、大きく離されてはいません。0秒5ぐらいです。ホワイトがトップです。その前を走る牧田が2番手、3番手が村田昌司。村田昌司はあれだね、綺麗なとこは知ってる、追っていきたい。 1.4 秒、ここで有森が投手のベスト10秒080マーク。さあ榎本が10秒260投手のベスト。さあ榎本もまもなく46周ペース乗っけてきますよ。6周乗っければ伊吹、柿原、堀がいますからね。2分20秒経過したところ、さあトップは松島選手です。ホワイトですね、帰ってきました。15周目に入っています。ただ牧田が0秒1ですね、牧田が0秒1です。2番手、3番手村田が 1.9、 4番手有森同じく 1.9、 5番手が榎本2秒8です。さあ榎本も46周ペース乗っけてきました。ただ前には伊吹、柿原、堀がいます。榎本ただねペースは上がり上り調子のように見えます。榎本選手トップ4は47周以上回ってきます。松島、牧田は48の可能性があります。さあこの時間どうだ、牧田まだ2番手ですね、0秒2です。0秒2で松島白追っています。このトップ2、松島、牧田は48周予想と表示されています。19周目に入っていったところ、0秒3。3番手村田昌司が今47周3秒予想、 1.8 秒差で前に頼っている。4番手が有森2秒6、有森も間もなく47周ペース乗っけてくると思います。今46周0秒0表示。3分20秒経過。さあ松島選手ちょっと語りに乗っけたが大丈夫か、この周帰ってくると分かるが。さあ4番手有森選手の後ろからワンツーが来ます。牧田選手は0秒9。2番手、3分45秒経過。さあ2番手スタートの、さあ来てますね、牧田選手の後ろに来てます。お互いねここ損したくないです。はい、ありがとうございます。紳士的に生かしてくれました、牧田選手。さあ前が開けた松島選手、24周目に入っています。牧田2番手 1.7 秒、村田が 1.6 秒、牧田ま で4番手有森が3秒差で4番手村田追ってます。5番手が榎本選手。さあ榎本は46周7秒までは今来てる、5秒にまず堀選手がいますからね。4分20秒経過。さあトップ、この周で松島選手だけが48周回ってくる予想に変わっています。ホワイト27周目はしています。さあ村田昌司は2秒ぐらいで牧田を追っています。現在このヒート3番手、総合でも3番予想。4分50秒になるところです。予選1回目の最終ヒートを行っています。さあ時計まもなく5分を指すところ、レースリーダー松島、最速タイムをこの人9秒807、9秒台この人だけですね。さあオレンジ4番手有森の後ろからワンツーの影が見えてきます。有森選手もここ今ね村田追ってますが、総合4番手がかかっています。最後尾榎本はこの時間ペース足踏み状態、46周6から7秒予想、5秒に堀選手がいます。総合今8番手予想。ん、松島はちょっとミスがあったのか、コース上では一旦前に黄色が出ましたが、まだ松島選手トップです。 1.1 秒の差を持っています。有森選手の後ろから2位1が来てます。有森選手4番手3秒5で村田を追ってます。有森、さあ村田は一番綺麗なところ走られています。集中していきたい。2秒4で前2台寄ってる、このヒートの3番手村田翔太選手。さあ榎本君、はい、ありがとうね、しょうがないしょうがない、有森選手も生かしてくれました。さあレース後半になってきます。残り時間が2分です。牧田が0秒8トップ争い、さすがの松島もペースが落ちてきています。47周1秒予想。
37周目はしています。なんで残り10ですね。残り10、さあ牧田が来れるのか。0秒8でストップ争い。牧田2番手、6分30秒経過。さあ差が広がってきているようにも見えます。つまり差が詰まっています。トップ争い0秒5。さあ共にトップ2、47周2秒のペース、共に2秒で帰ってくるぞ。40周目に入りました。0秒5。村田少女もね絡んでいきたい。47周は乗っけてきますよ。村田も3秒差。4番手有森オレンジ、5番手が榎本くん。残り1分切っています。さあ再び松島来てますね。1秒差に差が広がっています。ホワイトがレースリーダーです。1秒差です。前を走る牧田、イエローが2番手。43周目に入ってきました。お村田昌司が3番手、3秒4。村田も47周走だからね。さあトップ2が44入ってきました。残り3周です。0秒87。村田昌司も残り3周、1秒差トップ争い。大時計残り20秒です。45周目を走る2台、もう2周あります。さあ松島、牧田0秒93、もう1周ありますよ。もう1周あります。大時計残り5秒。さあまずトップ2がファイナルに入っていきます。0秒89。大時計はここで8分です。村田昌司ももう1周あると思う。牧田ゴール、松島ゴール、有森ゴール、有森ゴール、村田ゴール、はい、ヒート、トップゴール松島選手。牧田最後0秒5まで来てました。3番手が村田昌司、4番手有森、5番手が榎本選手でした。以上で予選1回目すべて終了です。予選2回目は予定通り12時半スタートします。それまでは、走って大丈夫です。12時25分までは走っても大丈夫。はい、プロストックこの後予選の2回目の組み合わせが発表になります。必ず確認してください。